豊島区立駒込小学校は、東京都豊島区駒込三丁目十三の一にある、公立小学校、三期生、郡山市立高野小学校と姉妹校であった。この学校のシンボルの染めい吉野には、校と名付けられ、今も親しまれている。地域の文化の学習として、藍染めを実施している。豊島区立駒込小学校の校舎は、上空から見ると、 この字に折れ曲がっている。また、校舎に一箇所段差があり、これは増築後の耐震工事に付けられた。体育館やランチルームは2007年に、床が張り替えられ、1年1組、1年2組、図工室、家庭科室、パソコン室、図書室、教材室、一倉庫、体育倉庫、郷土資料室、現在の子供スキップ駒込めは2006年。 生活過失と当時のランチルーム、体育館で一部分床張り替えか一部ドア交換が実施された。またプールは平成になってから移設されたもので、校舎中央側トイレも平成になってから改修されたものである。このように改修が多いわけは、校舎が築33年も経過して老朽化が進んでいるためである。この校では副教材以外の教科書出版社名を シルス都島区立駒込小学校では、年3回参観週間と、年1回の道徳地区公開講座、金曜日6校じめに、委員会、クラブ活動、補修時間をローテーションで回している。また、5年に1回、開校記念式典を行い、また、秋の行事として3年ループで、学芸会、音楽会、展覧会の順に回す。 この三つは点で入りや欠席をしない限り在学中に2回、経験することとなる。学区域内に不審者が目撃された場合、事件や災害が発生した場合は一部、及び全部の児童を集団下校させる。また、おののの教室で、防犯ブザーを設置して、災害対策として、月1回、集団下校訓練、火災避難訓練、地震避難訓練、侵入者対策の避難訓練、 東海地震発生時のための引き渡し訓練のいずれかを実施する。また、駒込地区の避難場所となっているため、耐震補強をし、防災倉庫には毛布などが蓄えられている。豊島区立駒込小学校では月曜日、木曜日、金曜日は15時30分、火曜日、夏季休業期間は15時、水曜日は14時30分、土曜日、日曜日、祝祭日、 年末年始を除く、当期休業期間と、春季休業期間が、午前の部は10時、午後の部は13時より開始。開始時間に関係なく、3月10日から9月25日は18時、9月26日から10月10日と2月13日から3月9日は17時30分、10月11日から10月31日と1月9日から2月12日は17時。 11月1日から1月8日は16時45分までである。ありがとうございます。